当にあのやりたい放題やっちゃって大丈夫なので皆さん。やりたい放題。クズハさんのラックがすごい綺麗に決まってるんでめちゃくちゃいい感じです。え？あれつづ。え、ラサン？何今捕まったみたいな顔してます。ああ。いやいやいや。まあラサンがやりたいならまあ。クズハさん勝負しますかじゃあ。うわ！ラサン！ラサン！やめてラサン！ラサン一回投げしよう。ラズさん！ラズさん！もう！ほんと嫌い。俺最下位なのにラズさんずっと落としてくんの。サイコパスでしょ。ラズさんサイコパスだよマジで。見てみてはチャージ中だ。もう誰？じゃあ俺ミュートになってたぞ。チャージ中っすか？もしかしてちょっとミュートだとそんな感じなんすねラズさん。あくまチャージ中で。わいい笑顔や。ラズさん顔かっこよすぎだろ。命がけのギャンブルじゃないですかそれ。まだ回せる。今回なんとねあの名門ゼタからラズさんです。ありがとうございます。お願いします。次。クズハさん、何笑ってる？ここにドローンとかわかんない。絶対自分の方の今が目覚めてない。はいはいはい、そういう感じでそういう感じね。ああ、やっちゃっていいよ、やっちゃっていいよ。あ、ごめん、今ちょうど入ってきた、ちょうど入ってきた。出てる。おーなんか聞こえたぞ今。紅茶が好きなんですけど。うわあ、その感じ。紅茶好き。紅茶入れてもらおうか。誰が紅茶やってんのって話。てかラズさんから誘ってくれたっていいんですよ。本当ですか。この誰に行ってくださいとか言うならもう全部のゲーム捨ててやりますよ俺。ちょいラッシュ気味に場所取ってくって感じですか。そうですね、ゆっくり前上がりつつ、まあ、ラッシュしても全然強くて余裕があれば、相場のドローンを、あ、いっちゃダメのかこれ。ポチ？みんなにポチ漏れてる。っていう嘘の可能性もまだまだありますね。これスパイクって誰が持ってるんですか？大体ステージですねこれ。あ、そうですか。セーフ。食べたい。もう二つピックバレてる。漏れちゃった。で、そうだな、守り側。これどのエージェントがどこ行くとか言っちゃっても大丈夫ですか？まあね。うっすら。大丈夫でしょう。うっすら。うっすらどうやるんですか？いや、他のチームの偵察するほど余裕ない気もするんで。そうそう、多分そんなことない。うっすらで行きますか、じゃあ。そうですね、大体窓を押さえる人が、レイブ。レイブレイナレイナとかを行って、うっすらってことですね今これ。ああ、なるほど。そうだ。レイいっぱいいるからな、レイ。そうなんとか。そうなんとか。そうなんとかですね。はい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 。そうなんとか。で、A 側に、あの、多めなんとかと、なんとか、いないいない、あと、なんとか、10人置いてあって大丈夫なんで、で、あと、クズハさんを1人、クズハさんを1人、エージェントで、はい、了解、まあ、そんな感じですかね。ありがとうございます。ありますなんて言うんだろうな、なんか大体ベースがこんな感じってだけなので本当にあのやりたい放題やっちゃって大丈夫なので皆さん。了解です。やりたい放題。なんか思い出してこれ刺さりそうだなとか思ったら全然やっちゃって大丈夫なので、フラグ最下位になった責任を取ってだいすよ、もうゼロキルでも誰も攻めないからだいすよ。確かにそう、あったげな、そんな感じでゼロキルでも笑えるチームにしましょう。助かる。もう一人これ、はい、あっち逆側で遊んでていいんですか？遊んでても大丈夫です。こっち側に合流しても大丈夫です。なるほど、遊んでていいんだ。あ、それ遊び役やりてぇ。遊んでいてぇ。ね、遊び役、ぴったりハマりますよ。スイカの使い方って。スイカですか、はい。はい、結構、スイカか。スイカ？スイカ？ちょっとうっすらなんで。うっすらですね。結構開幕にもう取り飛ばしちゃって、はい、はいはいはい、あれあの情報あれいるかいないかの情報が取れると鳥は分かる。鳥はくっそまいこと言ってるなるほどね。はい、スイカの鳥はでもあのそうですね、2体使作的に使って1体は光線読み残しておくとすごい安定するかなと思います、はい、なるほど。ありがとうございます先生。
はい、セットプレイをしてみたいです。セットプレイですか、うん、仲間たちと。お、熱い連携。えげつないの作りますか。じゃあ、おおじゃあこのマップ、はい、Bラッシュめっちゃ強いんですよ。 B ラッシュ、はい、B のラッシュがめっちゃ強くて B ラッシュ12本多分5本目ぐらいから B5 とかになるんですけど、それさすがに5本でも取れたらでかい連携5来るまでやってもいいかも。これで5本取ります、うん、ありかもしれない。一旦5本取って深ヒの速攻で埋めますか。5本取ったらだってそこから5割成功率5割だとしても相手がどっちに振るかでそのまま押し切れますよ、うん、A と B 覚えとけば、B B ラ5回 A ラ5回でそうこれそれですよ。まず一合わせとくと、あ、みんな入りますか、カスタムサーバーに。はい、そうそう、了解、招待します。お、1対5、やりますか、こちら1対5。おお負けるんすかね、1対5。やってみます。いや、さすがに無理でしょ。そうだな。じゃあ B ラッシュだけ作りますか。はい、あー楽しくなってきた。開幕速攻でも、走ってってパラノイアで引いてる敵に当てる、ここぐらいですか。そうですね、ここ。うわ、これもう絶対登山じゃないですか。最強じゃん、これ。絶対登山じゃないですか。これは5本どころじゃないのでは。これ12本ますね。12本 A で取る、 B で取れるチャンス。おや、ちょっとこれはめっちゃ強いので一回ちょっと練習しますね。アセンさんなんで食らってんの、ダメージ。グキしちゃった。でも僕2個耐えて、そう、あーちょっと、あーよかった、今やっといて。パラノヤ先ですか。はい、パラノヤ先でいきました。いや、マジで練習。俺が真っ白やったんですけど、今の練習練習。あぶねあぶねー。ケツ向けて入るか、じゃあもう。ケツ向けて、こう、みんなで後ろ向いて入る。あぶねーよー。あぶねー、全部パーだよ。俺、帰る。うるせえ。パラノヤ先にしながら投げる。フレームがすごい長い。俺、今のって多分、入り口付近で焚きすぎたからっすよね。もう、ちょっと下げて、こんぐらいになったら、あ、それです、それが。そこです。あぶねえ。本番でやるとこだった、マジで。あぶねえ。これ、スパイク誰もしますよ。スパイク、スカイかな。スカイ次第かな、このマップは。いや、ピーマンはクズ挟んでことですかね。いや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 、あ、飲みました。まあ、スイカかな、ここは。いやいや、俺バスの後部座席座ってるんで、お願いしますよ、引き殺してくださいね。ちなみにスカイのフラッシュ見せたら終わるんで。すいません。やっぱな。先生、なんで圧かけてくるんですか。意外と弱いっすよ、俺そういうのに。見てきたな。設置場所はなんか、とりあえずここに貼っとくとプラントした後に強いですね。プラント、はい、プラント、完璧です。え、やばい、もうなんか勝った気になってるな。これそれは止めらんないでしょ。これ止まんないと思いますよ。作戦勝ちしますよね。勝ちなんないですよ、これ。ちょっと B 勝っちゃうから。勝ちでしょ、これ。 A の遊び方教えてもらっていいですか。もう遊びになっちゃった。 B はもうガチになっちゃってる。遊びになっちゃってる。遊んじゃう、これ。そうですね、固まって遊ぶときには、まずここお願いします。これ B のワイヤーってどこ置きます。あ、そうだな。あ、見てないっすか、合戦さん。いや、見てるけど。あ、ラズさん動画出してんだけどな。いや、3択ぐらいあるから。いやタクがあるから、タクが。ここはね、知ってます、ここ上の上のこの端っこに合わせんすよ。え、知ってるけど、一応どっから投げるんですか。再確認ですね、一回。あ、再確認の、あ、知ってはいるんですね。え、あれ、アセンさん、電影代表取締役。え、木多いな。ほう、違う、あ、それ、ね、ワメなってないし。あれ、あー、でも、うまい、うまい、うまい。あー、でもこれ、マジ強いっすね。強い、これ。サイファーのこのまま最強ですね。これ、どっから投げるんですか？こっからのコースですよね、先生。正解です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。
お願いします。大丈夫ですか、ラズさんのコーチングは大丈夫ですか。いや最強っす。やばいでもラズさんも結構嘘つくんで気をつけてください。全部嘘かもしれないんで。お、いいよいいよ、攻撃していけ。あれ揺さぶりに来てる。揺さぶり揺さぶりって聞いたんですけど、あんまり信用しない方がいいかもしれないです。いやでもね、俺と竹地でどっちが嘘つきそうかって言ったらね。やば。竹地さん、いや、いや自分あの完璧主義者なんで、ラズさんと違って。え、ちなみに嘘しかついてないんで気をつけてください。うちのチーム遊んじゃっていいっすよって言われました今日。遊んじゃっていいっすよ。いや、どうやっても勝てるんで遊んじゃっていいっすよ。まずぶっ壊しちゃってください。はい。うわー、そんな感じだったかもな。よく聞いたら。はい、頑張ってください。はい。フランス。はい。うわー、緊張するわ。コーチなくなっちゃった。コーチ。そう。コーチ。天国のコーチを笑ってるよ。コーチ。やべ、怖え。オペですね。ウルトで A 中入ります。俺がやる。これ A めっちゃやってるっすね。これ A 入り口ぐらいにめっちゃいるっすね。ウルトあるんで B って見て、これウルトで、あー取れた。うん、いい反応だな、ね、マジで。ウルカさんがめっちゃ強いんですけど、こっちのキャベツ太郎もめちゃくちゃ強いんで全然大丈夫です。まあ、バランスバランスブレーカー同士で潰し合い、潰し合いが始まる。ウルハさんのラックがすごい綺麗に決まってるんでめちゃくちゃいい感じです。え、あれ潰す。うぇ、最初ランド一発ビーカーも綺麗。ないセージル、セージル、オーケー。あ、最高ちゃん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 、切り開け。切る。ナイスー。みんな、バトルやるか、バトル。クズハザめっちゃうまかったもん。いやー、マジで強い。めちゃくちゃうまい。ナイス。超マジで、ごめん。いや、ナイス、ナイス。ナイス。クズハザナイスショットでした。おめでとうせつ。ありがとうございます。あれめっちゃでかかったっす。気持ちいい。結構相手の方面が一人でスルッて抜けてきてるんで、それだけ注意してください。カセンさんもリコンめちゃめちゃ完璧なタイミングでしたよ。臭そう。俺切られててランプ抜け見れない。ショーティー、うわすごい、全もうガチガチ。うわマジやこれ、バイパーランプ今日やね。今バイパーで僕引いてたの潰されたんですけど、やばい毒飛んできたけど、今すっげー毒飛んできましたよね。すげー毒飛んできた。切られて俺の配置位置も全部潰されて、スキルだけで貫通された俺。僕分かりました。俺ちょっと奥目で引くんでみんな寄ってもらって。これまたランプ入られるな。ランプ切るっすね。うわ、毒がやばい。これ浴場も切る、浴場も切る。毒が本当にやばい。ラズ先生、今のや先生やばいね。クズハさんが一個に毒飛んでくる。え、どういう毒来てんのこれ。え、本当に隠れられるポジション 2,3 個潰してから来る。やば、うまいな。ですね、これ。いやマジビビったな最初。イモってる場所全部毒飛んできた時。クズハさんいるとこピンポイントで毒飛んで。そう。毒飛んできて逃げた、逃げて逃げた先に毒また飛んできた。いや、そう。すげえな。完全に行動予測。ここはノリで了解です。ノリで倒すに行く感じの。やっぱり強いんで。結局ノリ。いやでも俺あれ学んでから打ち合い勝率1割から2割ぐらいになったんだよ、あのチョンチョンピーク。はいはい、チョンチョンピーク。チョンピーやばいっすよ。足音がなんか 1,2 歩までは聞こえないんすよ。あーこれね。あー聞こえないっすね。でストッピングかけながらなんかチョンピー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 ってやっていくといるんすよ。なんかみんな小刻みに動き出した。天王山ですよね。マジか。天王。なんかオタクのコーチ、ははなんか喋ってないですか、大丈夫ですか。え、なんかコーチに攻撃しないでもらっていいですか。いやいないかなと思って。いや大丈夫先生。ここは俺が。あ本当ですか。あ。本当に喋んないコーチ。コーチ喋ってない。コーチメンタル。コーチどこ？あれもしかして俺たちに。あれ？すいませんコーチ。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 コーチ怒ってる。俺コーチの笑顔見たいよ。コーチ。本当に。いや本当に実力不足で。コーチ。コーチ。怒りでマイク破壊した。アセントにね、あの全力を尽くしてきたんで。あーなるほどなるほど。そうそうそう、アセント持ちマップなんで出ないよ。タイムアウト取るらしいですよ。ちょっと待って、そんなことは。ない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 、その知らないシステム。ない、その知らないシステム。1分のタイムアウト60秒間コーチが喋る方だから。あ、ラズ様はい出ますかね。このままでいいと思いますよ。はい了解。
いやすげえいい感じなんで、はい、遊んじゃっていいやつですかもしかして。遊んじゃっていいやつですこれ本当に。それは嘘だって。遊ぶ気なんでちょっと変な死に方するとやばいかもしれないですよ。あ、すいませんでした。ありがとうございました。そうですね、守りいいっすもんね。なんかでも不完全燃焼な感じ、なんかすごいあれだよね、一酸化炭素漂ってるのこの VC。 完全燃焼感は正直やばいよね。なんかビンビン感じるよ。めちゃくちゃある。もう一戦やりたかったっていうのはすげえ伝わってくるもん。これをどうやって解消するかみたいなのはまあ思いつかないんだけど、まず解消したいっていうのはあるよね、間違いなく。すっきり終わりたいんですよ。たまおさんパーあんま出てないんで、はいはいはい、パーってなるパーバーでパー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 が出るパーが出るゲームってなんかもしかしたら天才だろマジで。そこにもすげえダウンロード終わったんすけど、ダウンロードなんかさっきの部屋で試合始まっちゃったみたいなんで、これ感染が入俺感染入ったまま試合始まったんでちょっと見ていきますね。これえラオさん、ラオさん一緒にパー。あ、な何も捕まったみたいな顔してます。あ、どこ行くんですか。6人で頑張ったっすよね、俺ら。俺ら。ね、また最強のラブさんもね、まあやっぱゴルフから逃げると。ああ。まあ逃げる。まあまあそこはしょうがないです。でもそういう感じなんですよ。ラブさん。マジでさ、先生。ラブさんにこんなことやらしたらマジ怒られるよ。いや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 。今大将が今な。いやいや今ラズさんの肩組んでたな今。ちょっとさもうさもう俺らいいんだよ。俺らは本当にいいのよ。ラズさんそこまでやらしたら怒られるよマジで。もうゴルフガチ素人は一回しかやったことないですね。ああ素人ですね。あ大将俺から俺も一回説明します。3回ぐらいです、ね。ゴルフイットはこれ仁義なき戦いなので、はい、その言語やの制限がないです。ブレイコーっすね。ゴルフイットですよね。はい、ゴルフイット少々 GOLFIT です。はい、あとビックリマーク。まだ始まっもう始まってないんだけども、あれいやバカにした？ん？いやいやいや違いますよ。いやいやそんなラズさんにそんなやるわけないじゃないですか。そうですよね。ないじゃん。もうクリスタマスね。もう今日節目がちっすよずっと俺。ラズさんやったら今日きつかったっすもんね。もうあそこめちゃまはいや。え？何？ラズさんしかやつはない。ちょ中国語。これ言ってやばいお前なんか楽しそうじゃねえか。いや俺今日は勝てる気がして楽しいんすよね。やっとあ、OK です。ラズさん猫派すか犬派すか。よしよしよし、どっちも好き。うわぁかわいい子ぶって課金とかあるんだ。課金あるんですか。課金ショットしてるんですか。ウルトラレア375。課金あるのこの家で。え、なんか旗とかつくんじゃなかったっけ。課金は先に。あー俺先陣切らしてもらいますよ。あー、ラズさんラズさん腰出てんだけど、まあまあまあ、ラズさん、まあ、素人にしてはね。はい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 。ラズさんあらららら、はしゃいでますね。こういったもんですか、これ。ちょっと待って、ラズさんやってる。ラズさんラズおかしくな。ラズさんやってるっすかこれ。あれ何部門でしたっけ。あれ14ゴルフって部門。あ、これそうなんか。でも5だ。でも俺なんか、ね、なんかスコアおかしくだもんな。ラズさん何ガチやってんすか。あラズさんラズさんラズさん強さに一緒。18そうして新しい自分の才能に気づいたかもしれない。絶対違ったもん。何ができないのよ。うわ2だ。3もうセーフですよね、ギリ。3はセーフか。まあよかったよ。3ギリ、まあ、3ギリ。いや、ここ4はって言わない。どうやったら4になるんですか。何言われなきゃ。どういう順当にやるか。ないでしょ。いやいやいや。ないでしょ。さすがにっすよ。それ5とかなったらもう。え ?5 は来た。5は来た。どういう環境で育ったんすか。めちゃくちゃ楽しかったけど。残れ星取りすぎたの。あれあれ俺ラズさん一周してきた。ラズさんラズさんあれどうしました。いやいやみんなみんなもうゴールで待ってますよ。おお、まあ、理解できたならよかった。
偉そうに言ってるけど、ドンケツじゃねえかよ。ラズさんがマジで強い。ラズさん上手い。やばくない？まあ、おかしい。ここまでっすね。ぶち切りなんだけど。いやいや、わからん。やってるじゃん、これ。アロンと思わってもこっちいけるじゃん。セカンドキャリアじゃん、これもう。よし。これな、抜けてな、ここ。うんげか、はしゃぐな、うんで。ラッキーが。おいおいおい。あ、おいね。あれ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 ラッキーセブンとか古いっすよ、そういうの今。絶対言うんだって今の。いや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 。さん何言ってんすか。そんなことないっすよ。見てくださいよ。見てみんな結構早くゴールしてますよ。あと全然踏み抜いたな最後。どうしてもどうします？負けてる人たち。大勝ついてない人たち。そうなんです全然。ああまあそこに決定権あげたんですけど、いやもう2時半か。いや朝早いんだけどな。俺気持ちよく終わってるからいいんだけど、まあさっきね下位3人のね。いやきちいけど。まあでもどうする、王冠持ちとしては、まあザコ3人がやりたいっていうのか、まあ、ザコ次第ですよね、マジでザコ次第かな、まあ、その辺ザコだった人から聞きたいかなと思うけどな、あれはな、ラズさんがやりたいならありますけど、うん、ちなみに他にマップあります？まだありますよ、ありますよまだ、ラズさんもしかしてやりたいですか、俺ラッサー早いんすけど、まあラズさんがやりたいならまあ、うん、ちょっとクザさん勝負しますか、じゃあ。うわっ、うわっ、うわっ、ちょっとドキッとした今の言うな、うわっ、今オーラブワー出たよね、今うわっ、うわっ、ビキッときたな、怖っ、縁広っ、うわっ、喧嘩打っちまったね、クズハ君、ちょ、やべ触れたね、触れた、うわ、やばい、金銭ポロンしたね、今ビリビリ来たよ今のは。まあ、勝ったらジュピター入ろっかな。うん、負けたら便所入ってもらって。便所員。じゃあ勝ったら俺とこでジュピターの。23時ラブ？23時は多分歓迎してますけどね、ラズさんのこと。うん、だから、うん、マウスを傾ける角度で、そう、まあ、回転がかかっちゃったりするんですよ。あ、本当だ。ちょっと待って、触っちゃった。ラズさん、便所掃除させちゃうかな。入ったわ。うえぇ、マスルいいでしょ、いいでしょ、いや入ってんだろ絶対ラズさん、ラズさんボスボス慌てないでラズさん、え、ちょっとね、外した最後、あれラズさん、あれラズさん、大丈夫だ、あれあ、あ、あれあれ、うん、なにえ、ジュピターが入るとあれ、あ、俺便所掃除行ってくるんで、お兄さん方お願いします、便所磨いとくんで、ラズさんと11打差かとんでもないさ、違う坂がさ、うん、BO3 っすよね、だからジュピターかけてんすもん、そんな1回で決められるわけないじゃないですか、まあまあ確かにね、死にかなってるとは思う、ラズ様ドローン便所掃除かかってるんで、うおーいいっすね、いつかじゃあちょっと明日朝早いと思うんすけど、まあ、すぐ決めちゃうんでお願いしますか、次うちの便所磨いてくれるならうちの大会が磨くんすね、便所、そうだね、全員の便所磨いてもらわないとな、素ですよね、うん、やもう下から2人目が下痢したそばから磨いてもらわんとねもう手で手で手ですくって、はい、すくってすくってすくってもうだからそれ以上はそれをどうする、すく早くやりましょうよほんと汚い、ここか、ここここ、さささこさ、ありがとうございます、あのここここここかここここブリマさんラーサーラーサーここっす、自動的ですか、上がり方ラーサーラーサー俺も行っちゃいますよ、ラーサーラーズさんなんか危ないっすよ、ラーサーラーサーここっすここっすラーサーラズさん、ブリムの木消えるまで待った方がいい、ラズさん、ラズさん、エントリー合わせてもらっていいっすか、ラズさん、違う違う、ここもみんなそこ説法じゃないよ、
ラーズさん、ラーズさん、何してんすか、ラズさんが、マセンさんはね、指導してくれたラズさんだったんで、ラズさんがトロールしたからな、あんなに遅いと思わなくて、ラズさんが、あのラズさんがあんなに遅いと思わなくて、すんません、本当にびっくりしちゃった。あとうさぎ、もう簡単なプランだよ。簡単簡単、1だ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 
ちゃん二打どうしたのかな。あずちゃん二打さん二打だよ。ここ二打いけないやつ。こっちかだね。つよほらあなたこれは2っすよ。ラズさん全然わかんないんだけど。ラズさんラズさんそこアセントの壁じゃないから壊せない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 。そこ打っても壊せないですよ。どこに入れるかわかるかな。ここかな。シンキングターン。ぐる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 。ちょっと頼む頼む。よしラズさん、はい、ラズさん何やってんすコリジョン。あー行き過ぎた。ラズさん元戻ってきゃ。ちょやめてやめてラズさん。ラズさん一回投げしよう。一回投げしましょう。ラズさんラズさんラズさんもうこの男早くてもうラズさんが落とすんだもんもうメンタル終わったわ。ラズさんおい邪魔されたかったらね。そうそうそうラズさん、ね、こんな子供じゃないんだから。あれ何これ。ちょっと誰だ。ちょっと待って。あそこ何そこちょラズさんラズさんこれがジュピター。これもうほんと嫌い。ほんと嫌い。ジャプジャプしとけよジュピター。気持ちいいか。チャプター帰ってきたんだけど。チャプターじゃあもううるさすぎ。チャプチャプ気持ちいいか。こうねあなんだけなめんな。これラズさん邪魔するためだけにいるじゃん。こんなやってるのこんなこと。ラズさんこういうことするんすね結構。ラズさん悪いなマジで。悪さん違う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 。先生このクラスいじめがありますよ本当に。俺何回スタート地点から始まったか。いやマジでマジで俺最下位なのにラズさんずっと落としてくんの。意味わかんないか普通に。で自分も王冠かぶれないんすよ。サイコパスでしょ。ラズさんサイコパスだよマジで。寝ましょう皆さんねえ。あれなんかうあポータルに吸われたな。拉致されたぞ。先生救ってくれた。いやよかった。この犠牲を無駄にしちゃいけない。救われちまった。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんで俺ゴルフイットこんな下手？ラズさんがね、サイコパス。やめてなとはチャーリー中だ。お、え、誰？誰だ？ラズさんか？今の。え。ちょっと俺ミュートになってたぞ。チャージ中っすか。もしかしてめちゃめすぎるちょっと。しかもミュートだとそんな感じなんですねさあ。そういう感じが意外な一面が恥ずかしい。結構似てたと思う。ちなみに分かります。今の誰か。お誰ですか。いやなんかオーバーを分かる人。あきごめん聞いてます。似てたか。あちょっともう一回もう一回いいですか。いや無理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 。あれアルティメット溜まってそうだな。冷や汗で見たんだけど。まあ大ソルジャー。かわいい。ソルジャー、ソルジャーさん。早くどうせソルジャー。ラズさんのコーチング動画、俺も見たことあるわ。ここはこうじゃなくて、こういう飛び出し方がいいね。あと、そこクリアしなくていいから。ここから見える、ここと、この上。ここに、エイムを合わせとけばいいから。データウィン。皆さん、おはようございます。おはようございます。2022
2022チャンピオンツアーステージはマスターズレイキャビクデイテン。ゼータディビジョンはここまで今年入って構成をほぼ変えずに臨んできました。お、入ってきましたね。日本チームゼータディビジョンの入場。デップさんガチ陽キャっぽい。さあ、そしてここでゼータディビジョンクロー選手の VTR の方届いているということで一度ご覧ください。お、すいません、本当にすいません。おっぺ触ってみて、クロー選手の。ちゃんとね、ちゃんと修正してリベンジ。いや本当にすごいっす、本当にすごいっす。うわあ、ここチーリングって天津が言ってたとこじゃん。一旦ほっぺいいっすか、クロさん。いやもう本当に勝ったんだな。うわいい笑顔や。うわいい笑顔や。自分たちの力がオフラインだったので、まあそういうアジア全体の強さ。ラズさん顔かっこよすぎだろ。嬉しいです。うわ笑顔もかいいですね。かっこいいですね。はい、そのシュガーゼロとクロの普通にわかんないわ。なんでラズさんの顔面あんなかっこいいの？なんか絶対ってプロゲーマー集団かモデル集団かギリギリプロを名乗ってるけど、本当によくわかんないよね。いやガチガチかっけえよな。いや意外とね、意外と俺ね、顔見るね。俺意外と顔かっこいい人好きよ。意外じゃないか。おっしゃおっしゃ始まるぞ。おいおい、なんか持ってシンプルに来ました。ラズさんピクリともしないじゃん。さすがにその差は乗るか危ないので。危ないよね、危ないよね。ここで手怪我しないから。礼儀があるな。いやクローならやってくれるだろうぐらいで人を思ってた。いやデップさん、いいよいいよいいよ。やっぱ前目だよね。タイの英雄パティファンもかなり前目で守ってた。お、ラズさんも。そしてデップ、え、ラズさん飛べる、この位置。あ、飛べる位置だ。ランデブーでどの車線を今置いてるのか気になりますね。すごいな、ラズさんレベルになると。足元やばい、足元っす。やばいっす、やばいっす。デップさん、これはデップマン、デップマン、何これ。デップナイスカバー。カバー決まりましたね。結果的に人数より武器取られちゃうな、これ。相手オペ持ちがいるんだよな。でかい、めげー。でこれテンさんもやってんのよ、アンピック。はオペに打ち勝ってんだけど、テンさん。うわー追い越した。素晴らしいラウンドです。ちょっと待って、マジで喉やばい。本当に今日大事な収録なんだ。本当に喉頼む。奇妙なすれ違いでしたけれども、結果的にその音に反応して、だからラズさんがいたおかげで。そして強気で来る相手に手前で守れてるというのはかなりいいことですか。うん、そうですね。ナイス。ガレージから出ると。レイブンの守りでジャッジが待ってるということです。これが日本の。あららら、国産ね。ジャッジなんだよね。ジャッジなんだよね。ジャッジなんだよね。デップはあの位置バレていながらもよく勝てましたよね。はい。あそこで勝ったことによりいいよいいよいいよ。いい声が出ています。やっぱね、メンタルなんだよ、メンタル。これめっちゃいい、めっちゃいい。ジャッジなんだよね。おい、あるぞ出た。なんか出てきた。もう完璧。いい、抑えるシュガーゼロ。先ほどもワンオンもうなんか嬉しいです。嬉しいですっていうところも含めて、ちゃんとこうファンが。ナイス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 ナみんなの声が声援が Take my energy ゼータウィン。残り時間18秒。よしリガロリガロベストセレやばいやばい。落ち着けな。落ち着け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 。油断するな。アジア最強の男だ。リザレクションリザレクション完璧だ。やばい、アジア最強。ヘブンプラント、時間はない。設置です。頑張れ。勝ってしまえ。あーやった。ゼータがベストセレ、アジア最強。これがゼータディビジョンだ。よし、ゼータウィン取りました。すげー、ありがとう。やばい、やばすぎる。うお、やべー、この粘り強さ。いやすごい、マジでめちゃくちゃ良かった。でもファーストマップ落とした時はもうハラハラしましたよ。いや本当に
相手の土俵で勝って最後はスプリットなんです。非常にこうある意味苦しいスプリット自分をギリギリまで使って自分たちの戦いは諦めなかった。これマジ世界で3番目に強いってことで今ゼタが本当に世界最高だ。ゼタまだ上がある。いやそして決まってない。そうなんだよ、まだ終わりじゃねえんだよ。日本特有のいいねいいねいいね、ナイス BGM が出ました。あ流れた流れた BGM。 アレックス強かった。あ泣きそう泣きそう、目の潤いが。ラズさんのどこまで見せてくれるんですか。エンタディビジョン、あ泣いてるラズさん。喜びもそうですけど安堵の表情がすごいですね。本当にギリギリ本当に嬉しいだろうな。なんとか繋げたという表情です。おい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 、これですよ。はい、 FPS 史に刻まれたというか刻んでる最中だよこれ。すげえ。あ、出た出た。いや、あ、どっちかわかんない。なんでしょう。どっちかわかんない。ゼータディビジョンが強敵に勝利した瞬間で我々も今まで何度も味わってきましたけれども、やっぱりこう何回味わってもいいねー。これ教科書載せようぜ。感無量とはもうまさにこのことですよ。泣かない、まだ泣かないよ、ランさんは。事前にこう研究した相手の動きをゼタはやっぱり一度見た相手には負けないっていう、全く違った完全無欠っていうのがゼータの強みだと僕は思ってますから。頑張れ。寝れたかな昨日。普通にホットアイマスクとか差し入れしてあげればよかった。ゼタウィン、ゼタウィン超えてきてるっていうのはチームにとってすごい内側ランさん。キーボードなんでなんかさ、人体工学的には内側に倒すって言うけどさ、それぞれ自分たちの持ってるパフォーマンスを最大限に。これやってます。いや今のクローのブラインドキルも凄まじかったですね。ブラインドキルってかっこいいな。ノニーのラズさん今の喜び方歯茎じゃない。はい、ちょうどなんか耳なし方一みたいなやついなかった今。クラッシーズもサイトの中の書いてあったよ今、ね、耳以外なんか書いてなかった。おでこになんか書いてあったけど、はい、今の喜び方歯茎に入るわけで、まあタイムアウト足並みを揃え直してから5連続選手はこれメンタル的にもやっぱりさメンタルゲーなのかな。もしその間にクロー2人目を取ってラッサラストクローが残ります。2対1になってる。なんでエコねタイムアウト偉大すぎるわ。このラズの位置は気づきにくいでしょう。オペレーターでなおかつトレードマークもある。位置が分かった。参加制で出なくていいって、ね、足音が聞こえた。ドンピ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 なハーネって。ゼータは顔を出しません。あしかしイエイ狙っているよしなるほどね。ラズさんって最強なんだ。ギバヒョウ最下位の俺らが気づいたら世界3位に。さあということでインタビューです。ゼータディビジョン今回インタビュー見ていこうかな。このレイキャビクマスターズ1を終えましたラズ選手そしてクロー選手とつながっております。聞こえますでしょうか。はい聞こえます。今大会お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ俺ラズさんのこの涙をこらえてるような顔、まず感想をいただけますか。いっぱい見てきたなここに来るまで。オプティックがすごい強くて自分たちが力不足でした。特にどのようなところがオプティック強く感じましたか。そうですね、オプティックの戦い方を本当に最後まで突き詰めているというか、まあ、その中で少しずつドリブを含めたりっていう戦い方に浮遊戦術があるんだ。オプティックらしいって言えるぐらい個人もすごく強いし、フェイクもこれ本命だろうって思って寄った瞬間フェイクがかかってきたり、ね、それでもめっちゃ強い。まあ、特にねバインドなどはねよりそういったところも見せましたし、ヘイブンでもねこのマーブド選手のよりというのがありました。そしてラズ選手あの2021年では、まあ、悔しい結果の中2022年に備えてたくさんのこう練習そしてメンバーチェンジで臨んできた今大会、この昨年度と、今年でその差がこう縮んだようにも我々思いますし、それが結果にあらわになりました。どのような、理由がその結果を生み出したっていうのはラズ選手自身で感じましたか。そうだな。なんて言ったらいいかな。なんか前のメンバーとの比較になっちゃうのがあの好きじゃないんですけど。はい。みんな本当に なんて言うんだろう。まあ人なんかコーチ主導でみんなが一つになってあの全力で練習全力で時間がかけてあのこの状況に進めたなっていうのは感じましたね。なんかさ、この受け答え一言にもさ優しさが出るよ ね、まあ、前のメンバーとの比較になるのは嫌なんですけどみたいなの。自分たちの場合はギャンブルだったりとか、ね、どんだけ今まで上げ足取られてきたの、もどれだけ攻められてきたのラズさん。あるかそして今回、まあ、3位ということで俺泣いちゃうよ、まあ、かっこいい。
ということで、今回3位で、ゼータディビジョンが、このレイキャビックのマスターズラウンドを、ね、終えました。優勝、ね、ここまで来たら優勝したかったって、たくさんのファンの方々もいらっしゃいました。言えるのがすごいね。射程圏内にあったんだよ、優勝が。本当に皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ゼータディビジョンからクロー選手、そしてラズ選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それもいたしましょう。ラズさんと今マウス、ラズさん揃えてんの。そう、揃えてた。俺が買った次の日にマウス変えやがって。まあ、嫌だったんじゃない一緒なの。あ、おそろい嫌だった。で今もう合わせた NP01S、また当たるんすよ。ラズさんと一緒の時って多分バフかかっててマウス自体に。もうマウスの良し悪しじゃなくてそのなんだあのプラシーボ的な。ロールやるときはフェイカーと一緒とかにした方がいいんじゃない。確かに。デスアダ。フェイカー感度高すぎ。フェイカーデスアダじゃない？デスアダ。あ、そうなんですか。あ、デスアダ V2 だと。デスアダ。あるのかもしれないですけど、その有名どころは全部優先。あ、そういうのマウス。もう戻れないな。一回無線やるとね、コードがマジで感触ある。俺もねそう思ってたんだけど、ラズさんと一緒だと思ったら全然苦じゃ全然苦じゃない。シーボだってそれ完全に。紐欲しいもん持って。欲しい。もっとつけてほしい。紐の感触欲しい。一本じゃ足りない紐。エペやってた時は俺セリーさんと一緒にしてたしまいす。ミーハーすぎる。でも理論値こう出るんだっていうのが俺の支えになるのよ。このマウスを使って使うことに差はないからね、そのプレイヤーと。そうだね。外堀を埋めるとすごい活力が湧いて球が当たった気になるのよ。自分の今使ってるマウスと同じプロを探した方がいいんじゃないか。逆に確かにそっちの方が早い。確かにすぎる。なんかさ、ぼーっとする時とかさあるじゃん。なんかそういうの偏ってるからかなとか思う時ある。あ、運動はしてるの？してない。てかさ、ラズさんと答えないラズさんとマサイヨシさんのさ、大石マサイ、マサイ、マサイヨシ、マサイ、大石マサイヨシさんのラジオ。マサイヨシ。そう、大石さん、ね、でラズさんが言ってたけど、そう、ラズさんも健康に気使ってるって、その選手寿命的なものもあるから健康に気使ってるみたいな言ってたよ。いや、実際そんな使ってないよ、ラーメン食ってるよ。おい、ちょちょちょ、わかんないっす、それ何急にどうしたの？みんな食ってるよ。お前が言うなよそれは本当に。お前が人の心配するなよ。いや、たまたま出てきた、そのラズさんのハイライトとか見ると、そのラズさん関連の動画が出てくる。うん、帰国した時牛丼食ってた。それはだって噛み締めるためでしょ、その出所後のさ、ケーキみたいなもん。今回ってパスタ食ってなかったっけ。パスタ食ってたんだ。今回帰国した時なんか全然日本食食ってなかった気がする。何食ってたっけ。ああ、パスタって言ってるわ。パスタ食ってるイメージあるな。それは2個前です、ね、つけ麺のイメージ健康的なもん出てきてないけど、ここまで。でも気使ってるって言ってたよ、ラジオでは。輪に入りたかったわけ。大井さんの音楽界の輪に入ろうとしたアニソン界の輪に。健康だと入れるのも意味わかんないけどえ、ギャンブル行く。じゃあギャンブル行こうぜ。当たってますか。え、ラズさんじゃん。ラズさんやばい。え、無言でずっと打ってた。ラズさん、さっきまでダントに。あ、はじめまして、ローさん。はじめまして。はじめまして。はじめまして。どうも。はじめまして。はじめまして。うん。さっきまでダントンにいたんですけど、はい、全ロスしまして。もうもうええやん。傷心を癒しに。スキンどうしたんですかそれ。え、あので DVD。そう。そうなんだ。DVD か顔なしのどっちかだったもん。俺でしょう。うん、今どんぐらいだろう。マイナス100ぐらいか。全然当たってねえ。無言で回してんのに。楽しいですよ、でも。え、これ当たってる人いたんすか。50円当たった。しょっぺ駄菓子屋じゃないですか、マジで。50円払って50円当たったのかな。みんな笑顔でスロットから出てきた人見たことないっす、今のとこ。え、じゃあもうみんな削られて帰ってくんだ。え、なんか普通に数万負けてる人いる。数万やったら50円だ。50円当たりますよね、結構。これ何パーセントで大当たりなんですかね。やばい、当たんない。作詞モードだよこれ。
全然当たらん。全財産いくらっすか今。え、どこで見れます？え、なんかチャットでスラッシュマネーって言ったら見れるっすよ。さっき3000くらいあったけど。ちょ、やばい、798円。え、グロいグロいグロい、当たんない。798円。おうち命がけのギャンブルじゃないですかそれ。まだ回せる。当てれば OK。 というわけで大丈夫ですか皆さん、配信できました？はい、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 いつでも。どうもクズハです。ぎこちない。どうもプーティーズです。どうもローです。どうもおたらいです。どうも相馬さかえりです。あ、ラズと申します。うえーレッツゴー、チーム D でーレッツゴー、レッツゴー、来ましたね、とうとう。じゃあ今日顔合わせっていうことで、うん、で今回なんとね、あの名門ゼタからラズさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとマジで優勝したいっすね。勝ちたいです。勝ちたいです。ラズさん、なんかみんな得意なキャラいますか、はい、とか聞いてたじゃないですか。はいはいはい。ぬるいっす。ぬるいっすか。ぬるいっす。なるほど。勝ちたいんですね。じゃあこれですってこう渡していただいた方が。あ、なるほどね。もう従います。従います。ちょっと一応考えておきますね。まあ、あの得意なキャラを使える構成っていうのがなんだかんだ一番勝ちにつながるかなと思っているので。あー、なるほど、なるほど。一応得意なキャラをできるだけ合わせつつ、多分今一番強い構成が出せたのかなと思っております。尊重もしてくれて、はいはい、え、じゃあカスタムにしますか今日。カスタムで問題ないです。そうですね。ちょっと今のだけ我々の身の丈を今身の丈見てほしくて、身の丈を身の丈のほどどの口がって思ってると思うんで今。どうしよう、ちょっと身の丈頭抱えちゃったら、いやもうこれ繰り回してもらってちょっと考え直しますね。まああれですよね、試合するとこ見てれば大丈夫ですかね。そうですね。え、画面共有とかの方が見やすいですかね、そしたら。あ、まあこっちで見れたら大丈夫だけど、そう、一応画面共有できたらもっと見やすいです。あ、了解です。できれば。あ、すぐ。お、いいですか、ありがとうございます。すぐにします。すぐします。はい、やすぐに画面共有。はい、や俺が一番遅い。リーダーが一番遅い。リーダーちょっとリーダー大変。いやでも俺ディスコード課金してるんで 1440p で見れますよ。俺も課金してるんで。この日のためと言っても過言ではない。この時のために一応ちょっとバロラント重くなるんで、まあ720とかの全然大丈夫ではあります。じゃあ、はい、あの解約します。うわ、負けた。でもこれどうやってやるんですか、カスタム。俺人に任せたことしかないから。同じく。どう集めるんだ。じゃあ部屋だけでくれますか。あ、お願いします。お世話を忘れまして申し訳ございません。すいません。本当にもう。あ、すいません。すいません。俺たちが力不足のばかりに申し訳ない。本当に申し訳ないです。じゃあ皆さん集まったらパーティーコードを公開すれば、ガガッと入ってこれるので。お、ここがラズさんの家か。一人だけ結構部屋はっきりしてるんすね。一人だけ一人だけ行った、一人だけ行った、フレンド一人だけ行った。えぐえぐえぐ、ちょっとキャリア見よっかな。うわ、強デスマッチ全部1位だわ。で、まあ今の試合のちょっとフィードバックをちょこっとだけやろうかなと思ったので、はい、はい、お願いします。まあ、すぐバック終わるんで、先生っぽさすごい、このチェンバーの。それでは今から、はい、じゃあそれでは今から、はい、見てもらおうか。はい、了解です。で、次、クザさん、笑ってる、笑ってる、笑ってる。まず低メインなんですけど、はい、これね、あの定点跳ね返し処理、右クリのフラッシュめっちゃ強くて、あ、普通にこっちの方がいいんだ。そうこれめっちゃ強いんで。あ、そうなんだ。あの敵視点でぜひ見てほしいです。あ、避けるね、敵視点。あ、クザさんが投げる側かな。俺が投げるみたいな。一緒に行って、これ、あ、大変大変。俺これの定点ね、まだ覚えてないんだよね。行こう、ちょっと箱裏。なんか、うわ、やばーい。やパンっても取れた、ごめん。ネオンガチョケ、ネオンガチョケ。ソバロー、ソバロー。マジか。ネオンガチョケ。残り1名。ネオン、クロコーラじゃねえか、クロコーラ。クロコーラ、クロコーラ。なんか、こっちが出て、でかい。どうだろう。パントム取った。ください、ください、ください。あ、全然違うとこちゃう。あれ、待って、あれ、ルグさん。ナイス。
ナイス、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 ナイス。あと攻めの A のなんか全部笑われてるの何なんですか。あ、確かにこれどこどこか。あ、これはこっから出してんだよ。全然違うんだ。違う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 。ヒット見て、マーケットピックみたいな順番を強っ気をつけると死人が出た。これで俺ラズさんに憑依できるからね。やべ、ラズさん敵だ、見えねえ。敵だから見えないんだ。向こう行きますか。移動した途端敵になった。またやってる、これ噛み合ってる、噛み合ってる。あれ、またいなくなった。ちょっと待って、ちょっと待って、違った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 、出会えない二人が入れ替わってる。入れ替わりすぎてる。え、ネオン今ありえないじゃないですか。ありえない。え、練習者をちょっとうちのデイリストさん恥じろんじゃってるんですけど、渡辺さん信じてますよ。レイズとネオンって同じぐらい強いですか。まあロータスは同じぐらいかな。ああ全然大丈夫。他マップは、他マップはヘイブンはかなりネオン強い。ほらほらほら、ジェットとジェットとネオンだったら、まあ、ジェットでも OK。 うわーじゃ、でもほんと、どちらかというと欲を言えば絶対ネオン。渡来さん、正直な声出ちゃった。ネオンか。ネオンめっちゃ強いですね。いやいや、これ迷わなかった時が怖くて、ネオンって無駄な練習になるんですよ。ジェット未満の青い髪の弱いやつが走ってるだけ、走って4対5するだけのゲームになると。言ってでもヘブンジェットも全然強いんで、そうですよね、得意で合わせていいかなと。うわ、これちょっと一回見てもらった方がいいかもね。ちょっと後でやってみるか。後でネオンやってみて、ラズさんに教えてもらったらワンチャン渡る。でもね、なんか違うんだよ、俺のネオンね、スライディングしないんだよな。ちょっと足滑り止めついてんだ。クザさん、ブリーチあれだったら月光とかでも全然。でもなんかブリーチロータス強くないですか。いや強いですね。そう、強いならやっぱブリーチで。お、オッケー。言って月光もね、まあ強いっちゃ強い。でも理想を言えばブリーチ。じゃあブリーチですよ。オッケー、じゃあブリーチですよ。じゃあブリーチですよ。その流れレオンでも聞いたな。俺はブリーチ行くよ。あ、渡来さんはいいよ、ジェットで。渡来さんのジェットも信じてる俺は。お、怖いな。一旦ヘイブンもやってはないか。ヘイブンやってない、ね、ヘイブンだけちょっとラズさん何時までとか。あ、俺ないっすよ、いくらでも。ないっすよ、ないっすよ、俺ないっすよって俺らに言って大丈夫っすか。大丈夫っすか。本当にあんま言わない方がいいかもしれないっすよ。彼社員一同配信時間はバグってますよ。我々バグってる集団ですよ。特にこの人ね。じゃあヘイブンもやって、ヘイブンの反省もして、でアセントやって、アセントの反省もして、で反復のロータスやって終わりますか。あり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 。お、じゃあそうしますか。お、誰も止める人がいないのかな。トッパーがいないこのチーム。終わったね、本番みんなクマ作ってね。一番悪い状態で始まる。集中できてない。え、なんで。あそこ敵いたのか。いや俺報告してたよ。多分喧嘩になる。雰囲気最悪すぎる。何が起きてたんですか、防衛は。何が良かったんだ。結構クズハさんがモンスターになってたと思ってた。そっか、結構立ち位置もね、ゼタはモンスターですもんね。いや、あの湯気が出てくるんで。湯気が出てくる。ギアファイブ。まあ、勉強しましょうね。ちょっとやめてくださいね。まあ、リテイクいきますか。あれ、お願いします。はい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 。今レッドブルなのぜだって。実は俺がモンスターだ。すごい。どうも、代わりのクザです。レッドブルなんですよ。
じゃあもうこれ決めきろ、もうロータス、アセント、ヘイブン全部やって今日終わろう。はいはいはい、じゃあ5分休憩欲しい、ちょっとコンビニ行きたい。コンビニ？5分でコンビニ行ける。そんなダラダラやることある？まあいいですけど俺は。あり。コンビニ行きたいな。いいよ。どんだけコンビニ、コンビニ住んでるさそれ。いい。え、5分コンビニの後？え、だから3マップです。3マップ。セーブ。セーブよ。え、俺らフラフラになるかも。終わるから。そのコンビニ行ってくる。え、ちょっと待って、ちゃんときつい人いたら言って。俺本当にできちゃうからさ、それ。俺できるよ。いや、俺も本当にできちゃうんですよ。いや、本当同調圧力生まれちゃうから。全然俺朝10時までソロ配信してましたよ、バロン。いや、俺も朝9時までやってたんだよ。やってましたよ、全然。ソロできるみんなとだったら全然行きますよ、皆さん。ねえ、うわ、熱っ。じゃあ、リセキ。じゃあ、俺も飲み物だけ取ってきますね。はい。お手洗いに。あ、じゃあ、俺残りますね。え、俺も残る。じゃあ、お手洗い行きます。ちょっと、ちょっと。デスマやりましょう、デスマ。え、3人で ?3 人で。ハンデスマ。やろう。マジで。え、ちょっと待って、ラズさん、デスマ1人で行った？いやいやいや。はい、戻りました。あ、え、ちょっと、射撃場って書いてある。あれ、なんか、生徒にいいとこ見せようとしてる。プッシュ、デスマイ、デスマイクワニで、俺はそんなに強く見えたんですか？大丈夫っすよ、ダイエっすよ、ただの。はい、行きますか。入りますね。はい。普通に俺ちゃんと削ったら言うわ、ラズさん。言ってこい。ハーバー了解。ハーバーね。ラスト1キルシェリフで、ラズさんクラシックで。残念、一旦ね。これ10キル分だろ、実数。ちょっと、まあまあ、ミッド行きますね。行きましたよ、俺。後ろ？どこどこ、報告の練習、報告の練習。報告頼む。ショート、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 ショート上がってる、ミッド上がってる、ミッド上がってる。やばい。ショートいる、ショートいる、ショートいる。ショート、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 いい、今打ち合ってる、打ち合ってる。あー、ごめん、ショートいる。ショートいる、ショートいる。頑張って、頑張って。さて、始まった。モニターつけたわ、これ。あ、かいかいかい。あ、モニターつけたらずさ。どこだ？どこどこ？報告は？ラズさん、ラズさん、報告は？トップ、トップ、トップ、トップ。トップ、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 ナイスカバー。トップ死んだ、トップ死んだ。回されたどうめ怒ってるの？ショートに入れ、やばいやばい。ミッドにランド、細くカバー。ナイス。やばい、マーケット夜、マーケット夜。やっぱプロは違う。最後クラシックですからね。最後一応取り仕切り。やばい、いるぞ。クラシックにやられた。武器、武器変えれなくなったくそ。いや、もうじゃあその回は無理。探せ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 。うわー、マーケット、あー、ごめん。なんかシェリフの方が強くないですか？なんかシェリフの方が強かったかも。強化されることあるんだ。またまた。じゃあ行きます。え、これもう一回1からチェックですか？いや、全マップでしょ？全マップ1試合ずつやって終わります。全マップ1試合ずつ。え、嘘でしょ？全マップ1試合ずつやって。え、待って、1対 5？ あれですよ、ガチ試合を一体あれですよ。なるほど。待って、1対 5？ 1対 5？ 1対5なわけないでしょ。あれ、俺ら舐められすぎなのでは、さすがに。舐められたもんすね。いやいや、俺が言い出したんじゃない。これで確認みたいな感じ？13回エース取らなきゃいけない。え、あれじゃないですか、その辺の人たちをボコるんじゃないですか。あ、その辺の人たちをボコりに行く。もう一回、もう一試合ずつやるってこと？そうですよ。え、俺その認識だった。あ、ちょっと理解が追いついてなかった。あ、ちょっと浅くて。あ、ちょっと浅くて。ラズさん、これが2時3時ですよ。ラズさん、あなたが始めた物語ですよ。あ、後ろないですよって。え、だってラズさんがいつまででも行けますよって言うから俺だもん。あ、行けるんだって。そしたらそしたらいつまででもやっちゃいますよ。あ、本当にやるんだ。いや、まあ OK です。じゃあ呼びますね、人。はい。ダイヤカラーセンダントできますか？お、あ、もうじゃあ最後はしっかり。しっかり。しっかりね。え、これ早めに試合終わらせようとしてない？いや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 。ボコされる。俺らがボコされる。いやいや、プラチナからアセンダントで結構ボコボコだったんで。ああ、まあ確かにね。そうっすね。じゃあアセンダント2までで、最大でも。アセンダント2、アセンダント2行きますか。あ、2人いいで。2人まで。さまさまちょっと怖いな。行ってない。アセント2回行ってない。アセント2ですか？
どんどんぐちゃぐちゃフルラウンド。やばい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 。やる気やばい。フルラウンドもう集中力足りてないでしょ。確かに。なんも音しばらくないし、A も一人はなんか分かってるけどみたいな時に、なんかどのタイミングでどこにドローンとかなんか分かんない。だいたい自分の方の不正が目覚めてない。犬を見るような。あ、でも全然、わかるんで、あの言ってることを気になる部分が、うん、でドローンも自分のサイトの方のメイン回しちゃって OK、うん、はい、ポンポン出しちゃって大丈夫。わかりました。うん、あとは大丈夫かな。とりあえずはとりあえず、うん、うんうんうん、ありがとうございます。はい、さんからは聞いたことないフンが出た。そんな音でした。じゃあ最後にこのメンズデスマじゃない。お、このメンズデスマ、ラズさんも入って、はい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 、デスマッチとかどうですか。デスマッチで締めますか。締めとかどうですか。まあ空中で敵がいない、敵がいない、無言で敵がいない。シラッパ落とする、アッパ落とする、アッパやった、アッパやった。強いな、強い強い。エメイク、エメイク、普通に強い。エメイルか、エメイルか、エメイク、エメイク、これ回転誰かいるわ。シメイル、シメイル、ビメイル、ビメイル、ビメイルか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 。はい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 、そういう感じで、そういう感じで。ああ、ああ、やばい、倒した倒した倒した、ダメ。ああ、あー、まあ確かにラズさんの背中を守れるの俺だけかもしれない。そうだよね。いや、うちがちょうどいい。いや、守れないね。うちがちょうどいい。お前背中から撃つね、ラズさんのこと。スパイじゃんそれ。スパイだ。 2v4 やりますか。ちょっとだけ、ほんと30秒だけ、いや10秒でいいか。10秒練習場行かして。いいよ、ラズさん、やばい、追い上げてるよ、追い上げてる、追い上げてる、いやいやいや、やばい、え、やばい、やばい、蘇生される、蘇生される、やりきれ、やりきれ、やばい、蘇生される、やばい、やばい、強っ。ナイスカマ、ナイスカマ、ナイスカマ、来た来た、こっからよ。あ、やばい、これ相手の状況か、こっから。ラズよ、始まり始まり、こっからもう俺らのターン、いや、こっちの強化でした。やばい、ラズ様やめてください。ハードの30っていけるっすか。ほとんどの人いけないと思うな。プロでもいけないって感じですか。プロでもきついってか、なんかあんまり練習でやる人も少ないんで。うん、じゃあこれ意味なかったんだな。人生の結構な時間を30に費やしてきたけど、これいないんだ、これもう。あの、結構俺もあのウォーミングアップそれ入れてて、結構いい感じで手温まる感じなんで、全然おすすめできますよ。大会マジ前日とかにするウォーミングアップメニューみたいなのって、いや、それはちょっと配信では、ちょっと配信では確かに、ちょっとここから先はちょっと確かに、プライベートなことに首突っ込みすぎた、ごめん。カレー食べるとかのやつ、ルーティン、そこから、そういう、そこからコンディションからね、コンディションから入る感じ。30分ぐらいウォーミングアップやると結構安定するのがあるんで、まあ、ちょっと他チームにガチでやられたくないな、ちょっとやられたくないな、それはちょっと、それはちょっと内緒で。本当に嫌なやつだこれ、教えたくないやつだ、本当に教えたくない。後で書いておきますね。おお、あの、優勝した後に出してもらったら、うん、私たちはこのようなメニューをしてました。あー、熱い、伝説の優勝メニュー。福田さん、はい、A ショットのフラッシュ、いいっすか。いいっしょ。さっき投げてたやつ、ミッキーない。そうっすね。そうそう、これ、おう、ウィスコン、ウィスコン、結構いいフラッシュだね。デデ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 ドローン回された、シティラズ、ラズ、シティラズ、シティ、じゃ、シティいるはず、最後の一人、シティラズ、ラズだ、いる、いや、ラズさんのやつ、ラズさんのやつ、おい程度、ラズさんぐらい強かったけど、打ち合い
おっ、なんか謎の圧が入ったね今。俺も見たよ今。俺も見た。じゃあ無理ってなっちゃった俺。じゃあ無理だ。今何使ってるんですか、ラズさん。はいはい。あのマウスパッドと。マウスパッド、バクシーの PD ってやつ。おお。PD やつですか。そう、新作のやつです。いいな。それにします。超全エイムですか。全エイムですよ。ありがとうございます。うわ。全エイムです。いや俺ね、買って置いてある。あ、使わない。置いてある。いやしかもこれなんだって思って買った後に台所に置いてあったずっと。台所で。いやなんか形がトレーみたいで。まな板じゃないって。そう。出す前の形トレーみたいで台所に置いてあっていつ届くんだろうとか思ってたずっと。もったいなさすぎる。まだ進化を残してるからな俺。でももうやっとかないとじゃない、本番で使うってなったら。え、怖いでしょ今俺がデバイス変えたら。うん、やばい。変えまーす。どういう楽しみ方やべえ。じゃあ部屋公開します。おい、はい、はい、お願いします。あ、アセント1以下にします。2ですよ。2で、それは2で、2でお願いします。早すぎる、早すぎる。ジャンプ金光太君、まず絶対に感染。うわ、汗1以下で募集しましたね、ラズさん。バレた。くそ、俺たちやめるって。やめられた。完全に決めた。違う違う、じゃあボコボコにしますわ。ちょっとじゃあボコボコにしてもらって。なんか許せないな悔しいよ、ラズさん。いや、さっきとかフィジカルできない子扱いしやがって。違う違う違う、フィジカル。言うてでもアセンダント、アセンダント1いますからね。はめられたね、これ完全に。俺らのフィジカルが弱いから。違う違う、フィジカル下がると。ここら辺にご機嫌取り戻しとくかってなってる。できねえな、こいつらって。ついにサンドイッチ。行きますよ。やりますか。まあじゃあ勝ちましょう。勝ちましょう、勝ちましょう。ゴー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 。勝ったら汗に行かない。確かに。はいはいはい。まあまあ確かに。俺たち負けすぎた。負荷かけすぎ。これ筋繊維がちぎれてしまう。確かに。そうなんだよね。再起不能になっちゃうから。そう。かけすぎると。回復しよう。今日もう4時間ぐらいやってるんですか。今だゼロ勝なんで。あの言葉が、そういう言葉が。してなかったのに。顎に来た。別に前向きだったよ。やばいな、今日ラの言葉のせいで。カーモデバイス辛口だ。そう、やっぱ勝ちの経験は大事なんで。心拍数やばかった今。でしかないねこれ。ドク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 。ギク。はい、こんにちは。あ、老けちゃったおじいちゃん。ラズさん、寝てます最近？あ、寝てますよ。寝てる。うん。何時間睡眠ですか？何時間睡眠？今日何時間？今日5時間か。あー、ダメ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 ですよ、5時間は。寝てないじゃないですか。あ、僕すごく寝ます。あ、実はなんか昼にちょっとしたあの案件があって。え、今日は大丈夫ですか？あ、今日大丈夫ですよ。待って、ラズさん案件あったのに昨日無限って言ったんですか？舐められたものですね。いやいや、案件あったことに後から気づいた。後から全然大丈夫。それでよくない。すいません。7時間は寝てください。はい。手足出すといいですよ、布団から。なるほど。あと脳を冷やすのめっちゃメタらしいですよ、今。おお。ね、涼しい枕とか。いや、よくわかんないです。よくわかんない。あと俺足、布団から足はみ出ると悪夢見るんですけど。え、めっちゃわかる。やっぱりやっぱり。めっちゃわかる。やっぱり。そんなことあるの？え？俺それのせいでね、やべえんすわ。ほぼ確定で悪夢見ますよね。マジやばいっすよ、ね、怖いっすな。悪魔、いや、なんか布団から手足出すと悪魔狩りしてんだよ、ね、悪夢見れるらしい。悪魔狩りしてんだ、ラズさんって。どういうこと？どういうこと？苦行なんだもん。クズハスはまずいのでは。おい、悪魔と一緒にすんな。あ、違うんだ、クズハスは。あれ、真っ黒クロスケみたいな感じでしょ、あれ。悪魔系。悪魔系。確かに、じゃあ違うか。え、いけます。なんかネオンの話とかしてました？してないよ。してない。悪夢見てない、なんか。手足出してた。なんかトラウマになってる。してんのかなって思っちゃった。してないよ、まだ。よかった。そもそもこう抜ける手段がほとんどない。ファントムがいいっすか、ヘイブンは。ファントム、あ、でも、ま、比較的ファントム強いな、腕があるかも。あー。いいんですね。それを聞くのは、クズハさん。いいですね。いいですか。うーっすよ。いいんですね。じゃあみんな、じゃあみんなバンダレで。はーい。ね、頭一発じゃないっすよ。負けそうになったらファントム出しますね。はい。オッケー。焦ると弾ばらまきがちになるんで。うん。クソさんでもあんだけワンタップ当たるんだったら全然バンダレの方がやっぱ強そうだ。うー。
それは今バンダルのために言ってます。俺のために言ってます。どっち？バンダルの名誉のため。バンダルの名誉のために言ってるでしょ、それ。さすがに、さすがに。まあでも、全然使い分けて、っていうか、干渉で決めちゃって OK な理由だと思うんで。すごいっす。自分のファンとも強いから。ああ、はい。てか俺、ここ入ってんのブリーチじゃないんだよな、多分。確かに。でもジェットだ、ね、それはそう。そう、ジェットっすね。ここもジェットっすよね。あそこもジェットっすね。確かに。なんかスカイの動きになってるな、とは。まあ、結構ね、でも福田さんその部位がすごい刺さってて、はい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 、おもろいからいいかなと思って言ってたけど、おもろいからおもろいからとかで残しちゃダメでしょ、面白さだて。いやでも実際あそこで2キルとか平気で持ってったんで、まあ確かに、はいはい、そうすごい予測しづらいのは予測しづらいんで、それでその結果が返ってくるから、まあ、ちょっとスクリームで結果出なかったら変える感じで、じゃあまあそうかも、ね、そうっすよ。結果出ないのにおもろいからっつって残すのやばいしょ。いや、じゃないんだよな、マジで。でもさっきの、強い流れのやつやると、大体 あんまり A にブリーチがいることがなくて、まあ、A リンクにブリーチスタートが多くなるんで。あのランズさんですか？じゃあ、あのランズさんですか？なんか夜中になると強くならない。朝方になるんですよ。何も考えてないからもうね、多分弱体化ですよ、ラスさんの。あ、俺がよくなってんのか。頼むよ。あのラスさん、俺が A リンクだ。あ、俺が A リンクだ、はい。プリミピーク。来たわね。はい、やりましょう。チーム名とか大丈夫かな。あ、チーム名確かに。チーム名。あ、ニャンチャンズだっけ。勝利者優勝はニャンチャンズです。まあバナーもいい感じですし、ニャンチャンズに、はぁ、じゃあニャンチャンズで、ラクさんの思いのほか乗り気なんだ、ニャンチャンズ。ニャンチャンズ猫好き、まさかの。マジっすか、ラクさん。どっちやったか、どっちやった。俺なんかネーミングセンス終わってるのか分かんないけど、俺あれっすよ、アースバース好きっすよ。アースバースもいいけどな。アースバース。バンダルバンダルとか出てきた。猫派なんすか、犬派より。俺どっちも、ね、まあ、猫好きかも。ニャンチャンズだ。ヤンチャンズです。え、35からクラシック、35からチェリフ、ラスト1がクラシック。あ、危ねえ。もうやばい、見えたら怖すぎる。でもシェリフの段階でやっぱやっとかない。強っ、やばいやばい。37キル速報、ラスト37キル。あ、やばい、はい、あ、やばい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 。あと2キル、またシェリフの悪魔が来るぞ。はい、やばいやばい、残り1キル、やばい。ここはやばい、ここはフリーなんだよ。いや、隠れとこ、俺やられたけど。ポチと、じゃあ命名してください。はい、ホラーゲームみたいになってる。事件性あったね、絶叫。いい性があった。本当に殺された。B タレット壊れてる、 B タレット壊れてる。あ、ネオンもやったのか。 B やばい、 B やばい、 B やばいよ、入られてる。やっちゃっていいよ、やっちゃっていいよ。あ、ごめん、今ちょうど入ってきた、ちょうど入ってきた。寝てる。おーい、おい、来た。 C ね、OK。 C 入ってきてる。聞こえたぞ、今。ワンダウン、アイティメント準備完了。みんなトロッツ系になってきてる。 C プラント、 C プラント、 C プラント、シープラント、シープラント、お面わかんないっす、場所。お面、わ、お面下、サイドコメンね。オッケーオッケーオッケー、使おう。寝てないですよ。せー、クラッチ。あ、はい、パンダー。え、ラズさんずっと声で。すいません、ミュートだと思ったら見てなかった。俺がやられた瞬間、寝てるって言ったの聞こえてます。聞こえてましたからね。聞こえてきたな。超楽しそうだったもんね。いや、これ情報ミニマップで取ろうとした癖あるんだよな。なんかレディー来てるから、ラグザのアップを。いや、これレディー来てるのにアップし続ける砲丸無知さ。それを非常識というのでは。常識だけじゃ勝てませんよね。確かに意外性、その範疇に収まっていいのかって話だよ。弱いね。ほほほ、勉強が足りなかった俺。昔大会でそれやって大会時間間に合わなくて危険扱いになる。えー、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 えー
レディ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 結構行きます、まあまあ結構行きますね。何買うんですか？絶対買うもの。絶対買うもの、なんだろう、牛乳。飲も。牛乳なんですね。今日から。こうあの紅茶が好きなんですけど。うわー、その感じで紅茶好き。それチェンバー評価してくれ。ぽいな。ラズさんのために紅茶ぽい持ってるもんな、チェンバー多分。なんか持っていいカップをお前に入れるやつですか？わかりなさい。リプトンまで入れるタイプですか？まだ大丈夫。紅茶入れてもらおうかって言ってるもんね。入れてもらおうか。入れてもらってるっすね。うわ、シャオシャ。似合う。似合いすぎ。ゴゴティ、リプトン、紅茶家電。自分で入れるどうですか？牛乳買ってる。いや、じゃあ好感度やばい。やばい。これね、黒幕がいるわ。ラズさんプロデュースしてる黒幕がいる。そんなだって完璧すぎるもん。さすがに完璧すぎる、ラズさん。それはもう私なんでもよかったんですけど、あのギフトでいただいた自分で入れる紅茶が美味しすぎて。はいはいはい、ギフトでなんか送ろう、俺らも全部好きになるかも。好感度下がる食い物なんかないかな。好感度さ、調整しとかないとやっぱ完璧は良くない。言いづら、確かに。言いづら。俺もおつまみ好きなんで、ビーフジャーキーとか、あとメンマとか買いますよ。うわ、メンマ俺も食うっすよ。よっしゃー、第2のラウスさんね。これゲストやってる俺。目つぶしだよ。ナイスキル、ナイスキル、ナイスキル。タケル、タケル、タケル、タケル。あとメインだけ、あとメインだけ。いいよ、これ安定でいいよ、安定でいいよ。俺ら引いてもいいよ、これ。安全。メイン引いてった、落とした。須田さん、ファイトアイデア完璧です。ナイスゲー。最高すぎ、最高すぎ。ちょっと覗くね。OK。ちょっとで切るやつにするわ。OK。なかったら。ごめんなさい、言わなきゃいけないことあるわ。何ですか？ファントム使っちゃった。ごめん。なるほど。ラズさん、ラズさんがコーチなのに。ごめんなさい。チャンピオン持ってたな。強いんで全部 OK です。強いんでね。めっちゃ強かったんで、マジ強かった。いや、マジ強かった。リーダー違い保険で返せ、フルト返せ。ナイス返し、ナイス返し。おいしい、おいしい、おいしい。うますぎ。これ全然引いてでもいいよ、引いてでもいいよ。2枚いる、2枚いる、2枚いる。残り1枚。それ引きた方がいいかも。ブリーチ頭入ってる、一応バニア、一応バニア、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 バニア。ラグーザハン。いや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 、神なのでは。これは神だったわ。いや、トリブルが対応がうますぎる、マジで。うますぎる、すごい。そういうこと大好きけどな。とんでもない、とんでもないですか。あっちゃって言われる、ラグさんに言われるほどでは。ここは全然相手ワンチャンって。でもあれですよ、視聴者カスタムで一番勝率高いのはアセントっすよ。え？それ一番やってるだけでは。あ、いや、他が0%っていう。あ、ラズさん。ラズさん。アメみてえなムチやめて。トゲトゲのアメやめて。今聞く聞く。喉が。聞いたな今の。いやでもこのやっぱ視聴者カスタムめちゃくちゃレベル高いんで、この中でも勝ったアセント全然自信持っていいと思いますよ。はーい。はーい。あー、そうね、エリアめっちゃ取るか。一回ミッドに圧かけたい。ありありあり。じゃあミッド取りのやつ行こう。ラズさんも言ってたわ、はい、それで。俺 A メイン一人で取るから、いつも通りスモットクは。こことここスモットク。ドローンやるね。吸い付き。一応ちょっと吸ってくるわ、いろいろ。オッケー。さあ、ぶちかまそうか。あ、なんか。あれ。テンション。これらならいけるや。やばい。ぶちかまね。やばい。はい、吸ってきてる。やばい。はい、になってる人。ヘイム。あ、ヘイム。やばい、やばい、やばい。おかしかった。うるさいわね。殺すよ。その殺すという言葉を二度と使わないでください。その想像力の無さに腹が立ちます。
だ、誰あなたが坊主にしてください。何それ、坊主じゃない、知らない、知らない、知らない、何が繰り広げられてるんだ今。あもうちょっと地面師見てくださいね、地面師見るかジェンジーの試合見るかどっちかにして。じゃあジェンジー見ました。ドライエイド EX 投入。PR やもう。爽快感。それ俺も投入して持ってこよう。超高粘度が乾きに効く。これやっぱ目薬後は 2,3 秒は目つぶってぐるぐる回します、眼球。あーそうっすね、適当だな。でも適当、うん、目に液体入ればいいんだよ。水と差し替えてもおわ効くとか言ってそう。みんな緊張してる、めちゃめちゃしてる。なんかラズさんから励ましの言葉とかないですか？なんか励ましの言葉か、なんだろうな。まあ本番もちろん練習とね違うシーンもたくさん起きると思うんですけど、あのいつもの感じでみんなとタイミング合わせて一緒に戦ったら勝てると思うんで。オッケー、はい、ありがとうございます。持っていきましょう。シャーラズス、はい、おはようございます。レッツゴー。両チームインタビューを行っていきたいと思います。お兄ちゃんと一緒、そしてアースバースラーズの皆さん、試合お疲れ様でした。ありがとうございます。なんで日焼けなんだよ、なんで日焼けなんだ。勝利もぎ取っていこうかなと思います。リーダーかっこいい、かっこいい、かっこいい。あとラズさんの声聞きたいな、ね、ラズさんの声聞きたいな。あ、いやラズさんはちょっと通してもらわないと困るんですけど。事務所が、事務所がダメだ。すいません、そっちビッグマップヘイブンの方がいいと思いますよ。はい、まあそれではちょっとねコーチにもインタビューしたかったんですけど、そこはまた次回の機会。マジか、はい、はいはいはい。ラズさんなんか喋ってきますか。あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。なんですよ、喋っちゃその簡単に。はい、すいません。知れちゃった、知れちゃうお前ら。マネージャーがいる、マネージャーが。さあ、はがしです。厳しい人気だったな。これどうだろう、阿出さんなんか喋っておきますか。あ、はい、あ、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。はい。ドライすぎる。おかしいだろ。お互いのコーチの戦いもこれから先続いていくということで。全部やりたくなって真ん中打っちゃう。いや、ラズさんのハイライト見た方がいいよ。いや、マジでチャンネルに上がってるから。そろそろ新しいの出します、ラズさん。そろそろ早かな。ちょっと早いか。この前出したばっかか。ちょっと集中ルーティーンやってきます、裏で。どんなルーティーン。大丈夫、危なくないそれ。気になるな。え、普通になんか自分の好きな音楽聴くだけです、ちょっと。あ、音楽いいよね。うん。マリカ杯音楽で優勝したな、俺。なんかマジ強いんだよな。浦田さん、曲何が好きなんですか。曲、俺なんか昔のゲームの BGM とか聴いてたの。ああ、そっち系なんすね。あの、歌詞ないタイプの。そうそうそう。試合前とかよく。昔ってどのぐらいですか ?PS2 とか、それとももっとレトロゲーぐらいの感じ。PS2 のね。PS のなんすか。これ名前出していいですか。何、何、ちょっとドキドキメモリアルとかそういう話ですか。いや、ハズさん、あばがり。いや、まあいいけど。そのあたりより古いゲームな気がする。え、プレツナチェットクランクスか。懐かしい。ナチェットクランク、いや、当てます。もらおうかな。はい。晩作尽きたね、これは。PS2 でしょ、PS2 名作ですか。鬼武者、鬼武者、鬼武者。いや、ハズレですね。名作っていうか、まあ有名ですか。有名ですね。デビルメイクライ、わかる。ハズレ。モンスターハンタードス、ハズレ。クラッシュバンディク、ハズレ。クラッシュバンディクでプレステ1か。舐めやがって。あ、すいません。メタルギア3。あ、正解。え、正解。テン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 。もしかしてあれですか、階段登るとこ？クリラーみたいなですか？いや、曲入ってない方ですね。あ、入ってないやつか。懐かしい曲とか。トゥリー。あれ。トゥンテンテレレ。カロリメイト食うやつね。カロリメイト食うやつ。カロリメイトうますぎる。スネーク。声までうますぎる。あれね、銃のパフォーマンスするやつだ。あいつなんだっけかな、名前。タクティカルアドバン、何のタクティカルアドバンテージもないって言われるやつね。あ、そう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 。そのエングレムには何のタクティカルアドバンテージもない。みたいなオセロットが言ってるやつ。そう、オセロットだ。のどれが好きなんですか。え、どれ。え、今の。スネークイーター。スネークイーター、どれだっけな。普通のメタルテリリーテリリリリーですか。ね、なんかいろいろ混じってるやつかな。いろいろ混じってる。いろいろ混じってる。わかんない、わかんない。
混じってるやつあるんですよ。あ、なんかすいません、めっちゃダイス振ってくださいって。あ、はい、すいません、すいません、いきますか。ダイスはお願いしてもいいですか。ダイス振ってください。あ、どうぞお願いします。ダイスさ、なんか71出してるぞ、キュウさん。あー、俺か、すげえ低い低い。中田さん振っていただいて、いきます。じゃん、クラッチお願いします。怒られ負けました。いくつでした？52でした。52。あ、中途半端な。なんでそんなこと言うの。ごめん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 。うーん、俺清めてくるわ。清めてくる。いってるし。いなくなってった。声が遠くなるのおもろいよ。フェードアウトして。フェードアウトして。いや俺ね、ファントム2022の方がいいと思う。ああ、好きね。4より。はいはいはい、はい。まあ、でも4めっちゃ回転してんな真ん中。見た目に。あれ、リコーンファントムってめっちゃ強いんしたっけ。リコーンファントムは何色が一番強いんしたっけ。赤赤黒赤黒赤黒なんだ。何色が強いんですか。青色、緑塗ってない。緑、はいはいはい、緑ありますよ。青っすよね。ブルー、青白が強いと言われてますね。青白か、ダメージ高いの。そうそうそう、そっちなんだ。連射も速くて強っ。連射も速くてうわ、てか次回からさ、うん、チーデスで先行後攻決める。いやでもそれかわいそうか。 あれじゃないですか、ナイフ。あのナイフ GO 時代からの、はい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 、ナイフゲーム。ナイフで1対1してね。はいはいはい、そんなあるんだ。え、なんかそう、プロの試合でも最初5対5でナイフ戦するんですよ、昔。あ、そうなんだ。5対5なの GO って。え、 GO5 対5っすね。アバだと1対1だったよ。アバだとそうなんですね。 GO5 対5っすよね、ラズさん。そうっすね、うん、みんなでとことこ。トークなんだよね。わかんないもんね。それか、コーチのハードボットの数で先行後攻決めるのありだな。あり、プレッシャーかかるし。どのコーチもうまいし。おもろい、めっちゃ。確かに、めっちゃ盛り上がりそう。それ別にコーチじゃなくてもいいけど。Q さんには勝てそうだな、俺。わかんない、ローレン出していいかもしれない。ね、そういうことか。よいしょ、頼んでいいですか、プラント。ラズさん、ありがとう。ありがとう、ありがとう、ラズさん。ありがとうございます。頑張りますよ。勝ちますよ。いや、いちごさん、やべえ。いちごさん、覚醒してます、もしかして。スタンでね、は？すごい、プラウラで敵倒した、カナトさん。今プラウラで死んだんだ。そんなことあります。ぶつかって死んだ、多分。ラズさんが弾ゼロ発で敵、あのラウンド取るみたいな。覇気で倒すやつ。あ、そう、覇気でなんか倒しじゃないですよ、ラウンドは取れた。なんか俺のサイトで、俺が餌いるから反対行こうって言って、大焦りで行って間に合わなかったみたいな。そういうこと。ラズさんの圧でラウンド取って。ガチじゃん。なんかボトチとか見ときます、射撃場。じゃあ嘘かな。え、てか俺ラズさんのデスマッチが見たい。デスさんのラズマッチが見たいです。デスさんのラズ、デスさんのラズマッチか。見ない方がいい気がする。いやいやいや、打ち方とかね。どうやらないと。まあ、やりますか。決まった。お、ブスリー刺すか。ブスリー刺そう。まあ 20% ってところですか。シャキーン。まあ何パーだろう。今 40% に上がりました。うわぁ、普段 2% のところを跳ね上がった。ちょっとまだ19時なのに深夜テンションみたいな爆がある。やばい、遅くまで見てくれてたから。うわ、置き幅同じにしよう。強くね、この部屋。顔ちっちゃ、この部屋。うめぇ、ちるいなぁ。えぇ、ー、強いよ。あ、強くねか。きた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 。あ、そんぐらい置き幅ってちょうどぴったり。うめぇ、きたきたきた。うわ、うわ、このスカイちょっと動き特殊だな、さっきから。弾よけうまいっすね。うまいっす。うまっ。動きながら壁際置くときって、うん、普段の置き幅と一緒なんです。意外と壁から離しておく感じですか。うまくね。あ、適当。やめてくださいね。適当とか感覚かな。結構広めですね、これ今。ああ、よかった。ね、うま。やっぱ遠距離で出るな。うま。早っ。この音俺5試合に1回ぐらいしか聞けないですけど、デデンデデン。うまっ、今振り向きですでにヘッショラインだった。一日だけラズさんになれないかな。え、俺普通に2年ぐらいになりたいわ。一日だけと言われて。うめえ。はあ、なんで置き幅そんな完璧なんですか。感覚っすね。
あれなってる。つらい。まあ感覚っすね。感覚。ちょっと待ってくれ。初めから結果は分かってたとはいえ最高だわ最高だわなるほどこれバフになったな同じことしてみようしゃかますぜしゃハンドガンラウンドとか別に取れなくても勝てる取れたら絶対勝てるプロの試合でもなんか1対11から勝ったチーム確かあったいけるいけるそう全然どっからでもいけるからねどっからだって最後には勝つよ、うん、うちだった気がするな、うん、誰がコーチやってんのって話ただちょっと決勝負けちゃいましたでも応援してくれた皆さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました、うん決勝戦見事に戦い抜いて2位という結果は十分に誇っていいと思いますので胸を張ってぜひ今日はね終えていただければと思いますということでこの2時3時エクストリームマッチバロランと見事2位に輝きましたアースバースラーズの皆様でしたありがとうございましたよいしょありがとうございましたアセント生きてアセント最後の最後でね気持ちがアセントやりたいなアセントやりたいアセントいやお疲れ様でしたナイストライです強かったですねみんなめちゃくちゃレベル上がったと思いますけどいやマジでありがとうございますラズさん本当にラズさん本当にクソレベル上げてもらったこれで継続できるといいんですけどまたやらない期間がねまあ今日やったことそうそう忘れることもそんなにないと思うんでいや確かに次回バランってやる機会があればすぐ思い出すと俺アースって聞いたら思い出すもんセットいやてか普通にラズさんとやれたのクソ嬉しいいや本当にそうなんだよねよかったですありがとうございます声かけていただいてありがとうございましたありがとうございますちょっとまあこの最初なんて言うんだろ もうチームの構成段階からコーチングやるのも初めてでなんか最初一応できるだけヘルプができたらいいなと思いながらやってたんですけどまあ、途中で結局どうしたらよかったかなって思ったりしたシーンもあったんですけど、まあ、最終的に何て言うんだろう、まあ、力になれることができたらよかったのかなと思っております。いやなんか締まらないな。ペルプができたらめちゃくちゃ学べたし、すごかったスバルランド。よかったです。ありがとうございます。いやそうデスマッチ見せてくださいって言うと見せてくれるから。ハード打ってくださいって言ったらハード打ってくれるから。それ見るのが楽しかったです。よかったです。ありがとうございます。マジ。行ってないからマジで。いや寝る間惜しんで一人ずつね、うん、フィードバック見てくれて、うん、クソアチや。バロランとちょっと理解できましたラズさんのおかげで。よかったですありがとうございます。だけですけど。まあ、よくそもそもめちゃくちゃね。今後もお願いしたい。あいいっすよ。いやわかる。全然大丈夫ですよ。マジか。何を言って何ですか。え今後もバロランと教えていただきたい。ダメだよ。マネージャーがマネージャーが。俺オッケーもらっちゃったからクズハマネージャー。あ俺もお願いしますね。俺もお願いしますね。じゃあここいらでアースバースラーズカンカン。はい、ありがとうみんな。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたやりましょう。またやりましょう。え、マジ何でも誘ってください。てかラズさんから誘ってくれたっていいんですよ。本当ですか。リモータルに行ってくださいとか言うならもう全部のゲーム捨ててやりますよ俺。オッケーです。じゃあ機会があればまたお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。